今回は影の実力者になりたくて、劇場版に出なさそうなアレクシアに対するネットの反応集を紹介します。ではご覧ください。アレクシア、いい表情だ。二木で出番なくて悲しかった。なんかオリジナルで出番挟んでもらったじゃん。メガネのシーンは2期の中でも最高にいいシーンだったと思うんだけどな。シド君がオリアナ様を気に入りすぎるのが良くなかった。ローズ先輩は覇王になる女だけど、王女はただの人斬りだから、人斬りなんてそこらのシドでもなれるんだぞ。王女という立場だからこそできることしなくちゃ。シド君がウィクトリアを気に入りすぎるのが良くなかった。王女は何かと理由をつけてシドの部屋に入って同勤すればいいのに。多分世界一安全な場所だぞ、シドの隣。ローズ先輩本当にかわいそうで心が痛い。なんならオリアナ国王になったからもっとひどくなる予定だ。二期も面白かったから早く続き見たいんだけど、原作ストックはまだあるの？あと一期は余裕でやれる。今原作4巻の前半まで消化した。6巻まで出てるので端折っても1クールは余裕。一応劇場版やってもあと1号はできると思う。二期はアニメというメディアを生かしたギャグが多くてよかった。音楽と声優の尽力あってのものだ。これで私もラウンズだ。このアニメ悪役の男性声優が重要すぎる。こいつらの困惑っぷりでご飯3杯いける。こっちの王国はのらりくらりとしてるから安心。改めてこの世界クソだな。王の立場がきつすぎる。どっちにも粉かけようとした結果、国内で最大規模の抗争が起きそうなんですが。現実世界に戻ってくる終わり方、めっちゃワクワクしたよね。アニメ一期をそこから始めた監督の巧妙すぎる。当時は結構叩かれてたけどな。俺の知ってる現実と違う。あれも解いた世界はなんであんなに荒廃してたんだ。異世界の方が馴染みがあって崩壊した現実の方が異世界にある。影実でベータもいないけどシャドウと一緒に現実世界に行ったってこと？まあぶっちゃけシャドウ様ならどんな世界でも大体何とかなるだろう。無人島に放り出してもしぶとく生きていけそうなシャドウ様。小安くんが小安くんすぎる。虎の子のラグナロクが出落ちになって現実逃避するモードレッドいいよね。突然抗議を始めるあたりを置いたミツルを失っているのでは？だってもう逃げられないし、装備奪われた指導にもならないもん。なんか喋ってないと正気を失う。王女はミキに出番多いからミキを待とうぜ。このアニメヤバそうな女多いね。常識人ブッダアルファはシャドウに完全に依存してる女だからな。ヤバそうな女を作った元凶がシャドウ様だからな。王女は親がまともだからシャドウとあんまり関われないのはある。他は結構悲惨だし。アウロラって体が耐えられたらアトミック打てたのかな。無法都市が滅びるけどね。二期の ED 曲はとてもいい曲。あと ED 絵はどれも良かった。特に全員合唱がすごい好き。わかる、合唱になるとすんごいエモいよね。赤眼の教官の出番がもっと見たい。リカバリーアトミックの凄さをみんなわかってるのだろうか。あの超絶技巧魔力制御がなければできない性技なのに。シャドウなんて所詮はアーティファクト頼みの詐欺師です。今でも強いとは信じていません。無法都市は正直滅びてもいいのでは。ひでえ場面なんだけど、式場に残ってた客が全員シャドウガーデンの姿になって、ご賞はください我らの名をするシーン超かっこいいってなった。559が先輩ガンにらみしてたけど嫌いすぎだろ。シャドウ様とウィクトリアってお似合いだよね。覚醒の時が始まる暴走が近いすぎ。シャドウ様は赤ちゃんだから気に入ったフレーズ何度も言っちゃうんだ。影野くんと西野さんってお似合いだよね。西谷さん、ついに幻覚を見るように。僕のお墓の前で泣かないでください。そこに僕はいません。眠ってなんかいません。でも2期の ED はちょっと難易度高すぎると思う。アトラムダの中の逃げたギターの人歌うまいな。1期の始まりであり2期の終わりでもあるとか、西岡さんメインヒロインすぎるし。現代機関編は盛り上がりに欠けるから敵も味方も持ってほしい。盛りに盛られるアトミックソード。漆黒の騎士最強です。
アルファのおばさんもいいよね。割とシャドウ様ローズのこと気に入ってない？親殺してでも覇王目指す姿勢勘違いに勝手に共感してるから。その後旧ド M 派かつド M 派から裏切ってローズについた貴族を粛清はしているから血の女王とか呼ばれるように。僕の目に狂いはなかった。やっぱり先輩は覇王だ。こういうアニメ収録してる声優も楽しいんだろうな。ファイルーズがラーラー言ってるのが好き。アイリス様はもう寝ろ。遊びながらデルタを貫通できるって、もしかして超絶強いのか。謎の男ジョン・スミス。それはもうとっても。月丹は薬がブのみしようが拳で死ぬまで貫通するよ。適当な糸でスライム装備を貫通できるくらいのバカ魔力注いでるからな。知り合いじゃなかったら輪切りにされてる。クソ強い糸使い描写めっちゃかっこいいね。デルタの攻撃にちっとも驚かないの好き。ビクトリア撫でたい。ラウンズ弱え、吸血鬼強え、七ヶ月用、シャドウ様もっと強。モードレッド卿は媒体変わるごとに弱くなっていく。レブだとイプシロンを追い詰めてたのに、1対1ならそこそこってことなのかな。あんなアーティファクト頼りのやつが。ウェブは初敵集だから強さが変わってるような描写じゃなくない？モードレッドはそんなに強くないと思ってる。というか七影が強いんだと思う。みんなシャドウ様以外を過小評価しすぎじゃない？ローズは作中でもに3番目ぐらいに不幸だからな。ちなみに1番はバイオレットさん。西谷さんは日本版アレクシアみたいな性格。仰よ仲良くなった子がみんなどっか行っちゃうのかわいそうだよね。しかしアーティファクト頼りとはな。このアニメバカなことを全力でやってる感じがすごく好き。仰よもっとメガネかけて。いろいろ勘違いしてるのにシャドウ様の僕が考えたかっこいい登場の仕方は本当にかっこいいからずるい。西野さんで1話を消費する狂気の判断が2期最終話と映画に結実するの恵まれとる。糸使いの描写がめっちゃ高度。正直アイアムオールレンジアトミック見ててコミカライズやアニメの演出じゃアイアムアトミックとの違いわかんねえよなこれってなった。アニメの描写だと正直すでに核ミサイル超えてない？確か本来は月で出す直線ビームだよねアイアムアトミック。それ下に打ってショックウェーブで全方位攻撃するのがオールレンジで。もはやアニメが正規表現でしょ。アニメを見るとピアノ弾けるの本当に大事だったなってなる。すごい影の実力者っぽいです。ピアノ弾きながらの持論語りマジでかっこいいよな。ピアノは近場に置いてさえあれば自由に持ち運びできるからな。今回は影の実力者になりたくて劇場版に出なさそうなアレクシアに対するネットの反応集を紹介しました。この動画が良いと思っていただけましたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。